稼げる副業と損する副業。初心者の副業に投資を選択するのは無謀です。投資に興味を持った人に相談されることがあります。投資に向く人は稀です。投資に向かない人が投資に手を出すと、儲かるどころか大損します。場合によっては全財産を失う、あるいは借金まで作ることになります。投資で失敗する人たちの3つの特徴。1、見込みが外れているのに間違いを認めない。2、確率的に勝算が低いのに自分は大丈夫と思い込む。3、損切りができない。この3つに当てはまる人はほとんどなので、投資には手を出さないことをお勧めします。初心者が日本で物を売って儲けるのは難しいです。安く買ったものを高く売って儲ける。物販はとてもシンプルなので初心者でも始めやすいです。しかし、世界一品質に厳しくて物価の安い日本で稼ぐには至難の業が必要です。儲けるどころか大量の不良在庫を抱えた。何百万も売ってるのに赤字。日本アマゾンやメルカリにはそんな転売ヤーがたくさんいます。初心者には物価の安い日本で買ったものを物価の高い海外で販売するのがおすすめです。世界アマゾン比較。なぜオーストラリアアマゾンが一押しなのか。今から3年以上前にアメリカアマゾンを始めた会員さんは今も稼いでいます。しかし、今からアメリカアマゾンを始めても同じだけ稼ぐのは無理です。というか、今からアメリカアマゾンを始めるとアカウント削除される可能性が高いです。日本アマゾンの問題点。デリバリープロバイダー問題。納期をきっちり守る必要のある日本で、納期を守れない配送を使っている。当然、とばっちりは出品者に来る。日本人はすぐにクレーマー化する。その対応はストレスすごいです。偽物が多発。すぐ聞こえなくなる。ゴミをかわされました。これらはレビューなんですけど、日本アマゾン、いつの間にやらすごい荒れた市場になっています。また、売上金の募集という恐怖もあります。小売店からの仕入れ転売だと、売上が増えてくると、アカウントが止まる確率も上がります。対策。商標登録をしてメーカーになり、Amazon ブランド登録をしないとアカウント削除されるのがオチです。日本は初心者が気軽に始めて無難に稼げる市場ではないです。アメリカ Amazon の問題点。FBA 倉庫のキャパオーバー。納品から売り出しまでの時間が長くなっています。また、受け取りミスも多発しています。偽物やコピー商品、ライセンス違反の取り締まりが厳しい。すぐにメーカーであることの証明書類か、メーカーの再販許可書類を出せと連絡が来ます。売上金没収。小売店からの仕入れ転売だと売上が増えてくるとアカウントが止まる確率も上がります。対策。商標登録をしてメーカーになり、Amazon ブランド登録をしないとアカウント削除されるのがオチです。アメリカも初心者が気軽に始めて無難に稼げる市場ではないです。オーストラリアアマゾンのメリットは、日本とアメリカの問題点がないこと。配送品質。アマゾン以前のオーストラリアのネットショップは、何がいつ届くかわからない、オーストラリアで頼んだ商品が数日で届くのはメリット。偽物やコピー商品、ライセンス違反の取り締まりが甘い。まだ偽物出品等の問題がないので、取り締まりも緩いです。売上金没収の心配がない。出品者が少ない現時点で売上金没収の可能性は低いです。オーストラリアアマゾンが初心者が気軽に始めて無難に稼げる唯一のアマゾン市場です。しかもこれから購入者も増えていきます。カナダアマゾン。巨大市場アメリカに隣接したカナダ。アメリカと比べればライバルは少ない。悪くはないが、アメリカの一部という認識、注力するほどではない。
アメリカのインターネット販売では、カナダにも対応しているサイトも多い。ヨーロッパアマゾンの問題点。フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン、イギリス。アマゾンで FBA を使うには、VAT の登録が必要。しかし、その手間と金をかけるメリットは乏しい。ヨーロッパは日本人がイメージするより、はるかに市場は小さい。所得が高く浪費するお金を持っている人は少ない。必需品なら売れる。しかし、我々小規模な輸出業者は、贅沢品や無駄なものが売れる市場じゃないと効率よく稼ぐことが難しい。特殊な国なのでアマゾンが苦戦中なのが中国とインド。まだ未確認なのはブラジルとメキシコとトルコ。市場の成熟度的にもオーストラリアアマゾンが一番有望。現在、オーストラリアアマゾンはイノベーター、新しいもの好き、浪費家が、参入というかね、買い物している市場なので非常に稼ぎやすいです。楽天家です。間違えた商品が届いても面白がるような人たちが、まだいます。まあ、これ、それぞれね、いろんな市場のいろんな段階、市場が成熟すれば成熟するほど面倒くさい、購入者も増えますんで、面倒な購入者のまだ少ないオーストラリアアマゾン。これから面白くなるオーストラリアアマゾンに注力することをお勧めします。オーストラリアアマゾンはアマゾン日本の約7倍の市場規模。日本人はラガードまで入れて1兆円ちょっと。オーストラリアはアーリーマジョリティが参入すれば7.8兆円。日本で仕入れてオーストラリアに輸出するのが一番のおすすめ。日本に住んでいるのにオーストラリアアマゾン副業で稼がないのはオゾンです。ここをクリックしてオーストラリアアマゾン輸出サポート申し込みページを見てください。なお、今 YouTube 動画で見ている方は動画の説明欄をクリックして申し込みページを見てください。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫でした。